こんにちは、ちえです。今回は前回作った推しフルーツを消費します。今回作るのがスマホケースとティッシュケースです。でティッシュケースはこの上の部分を使っていきます。はじめにちょっと表面ヤスリで傷をつけていきます。今回レジンも使うんですけど、以前ねスマホケース作った時に物によって外れちゃったこととかがあるので、外れにくくなるかなっていう期待を込めて傷をつけました。これ最近ちょこちょこ使ってるんですけど、フローレスレジンで買ったリガタ用のテープです。すごい時間かかったんですけど、こんな感じでマスキングしました。スマホケースの方はこの構造的にレジンが流れたらまずいところだけマスキングしていて、この平らの面の周りちょっと縁がね土手で盛り上がってるので、これはこのままでいいかなと思います。今度こちらのオーロラフィルムの、そんなにまあこれは目立たない色ですけど、これをちょっと適当に切ってくしゃくしゃにして、アクリル絵の具でこのシートの下にくる部分に色を塗っていきます。これでも貼り付けちゃいたいんですよね。ジェッソの方がいいな、ジェッソにします。ではレジンを混ぜていくんですけど、今回使用するのはフローレスレジンのアート用モデル。こっちの A 剤は流れを良くするために湯煎でちょっと温めてあります。このレジンが体積比で測るやつなので、とこのなんていうのカップの目盛りを参考に作っていきます。ではこんな感じでレジンを混ぜ終わったんですけど、ここに NR クリアカラーの白を混ぜます。クリアカラーなのでちょっと透け感がある白ができます。あ、ちょっと待って、その前にちょっと別でね色を作る予定があるので、ちょっとだけ取っておきます。これをこのなんていうのキラキラみたいなやつを乗せた上に置いていきます。パール感が消えちゃった気はするけど、そしたら今度ここにこちらのこのなんだっけな、名前忘れちゃった、オーロラエフェクトみたいなやつをちょっと配置していきます。今度この余ってるレジンにクリームホワイトを混ぜます。真っ白なレジンができたので、それ以外のところに置いていきます。今度余ってる白にジェットブラックを少しだけ混ぜます。で適当にとっておいたクリアに少しだけゴールドを混ぜて、このゴールドも同じ感じで置いていきます。レジンが硬化するのを待っている間に推しフルーツに色をつけていきます。多分これから退色していくので、まあ、それを防ぐためなのと、あとちょっと色を鮮やかにするために追加していくっていうイメージです。この色を塗ったやつなんですけど、もう一度乾燥シートに挟んでおきます。こんな感じでもう一度プレスしたんですけど、ここに UV グロスバーニッシュをかけます。理由はやっぱり日焼けしちゃうっていうのと、このまま作業するとまた吸水してべちょべちょになった、なっちゃいそうだなっていうのと、あとアルコールインク使ったので、この上からレジンをかけるとアルコールインクが溶け出してしまうので、これ匂うので外でかけてきます。結構ね色が画面越しでもわかるぐらい明るくなったんじゃないかなと思います。でこの一応だけちょっとぷっくりした感じにしてみたいんですよね。樹脂粘土を、まあ、なんかちょっとイチゴっぽい感じの形にして、こんなもんかな。でここにこういう風に貼り付けたいんですよね。木工用ボンドを塗ります。
とこれはこれで一旦固まるのを待ちます。そしたら今度こちらの最初に流したやつ、これがもう固まったので、オーロラ色のシートがボコッと出っ張っちゃってるところがあるので、磨いて平らにしていきます。この辺のキラキラが結構強く出すぎちゃって、もっと薄い方がいいので、この辺もね磨いて取っていきたいんですよね。表面をちょっと軽く磨いたので、フルーツを配置していきます。いい感じのところでハサミで切ります。先に軽くくっつけていきます。すぐずれちゃうので。はい、ではコーティング用のレジンでコーティングしていきます。はい、というわけでスマホケースとティッシュケースが完成しました。最後動画で撮らなかったんですけど、この表面のコーティングも2層して、表面のボコつきをできるだけ少なくしました。1回だけだと流れちゃって、フルーツのところが結構凸になっちゃってたので、そんなに出っ張らないようにしたんですけど、それでもね、まだ触るとフルーツの方が上に出てるかなっていう感じはあります。スマホケースの方は推しフルーツとミントを使ってるっていう感じなんですけど、結構色合いが鮮やかなので、ポップな感じの印象になったかなと思ってます。こうやって見るよりもね、実際に持ってるところを鏡で見たりした方がカラフルで可愛いかなっていう感じがしてます。ティッシュケースの方は推しフルーツと推し野菜で、ここには立体的なイチゴを作ってみたんですけど、これね結構いい感じなんじゃないかなって思ってます。どっちもベースに使ったアート用のフローレスレジンが結構ね流れが低くて厚みが出ちゃうので、そこで厚みを結構確保しすぎちゃって、上に流したコーティング用のレジンが結構下に垂れやすくなってしまったので、私が今回したみたいに垂らして塗るよりもグローブとかで塗り広げていった方が良かったなっていう風に思いました。あとね、このベースの柄、ちょっと大理石風の柄みたいな感じにしたかったんですけど、あのベースの色をグレーにしようと思ってたのをすっかり忘れて、白を流した後にあグレーにするんだったと思って、グレーのあの柄のところもちょっと混ぜたっていう感じだったんですけど、まあ、結果的にこれはこれであのカラフルなフルーツとか野菜が際立ったので良かったかなと思います。中でもこのなんだっけキウイはちょっと透け感があるので、下の大理石柄がちょっと透けたり、キラキラの部分が透けたりしていい感じになってくれたかなと思ってます。で、前回推しフルーツ作った時も言ったんですけど、どうしても推しフルーツとか推し野菜退色しちゃうと思うので、アルコールインクで色をつけたのと、あと UV グロスバーニッシュで日焼け止め加工をしてるっていう感じなんですけど、それでもやっぱり退色しちゃうと思うので、まあスマホケースなんかは日常的に使いながらどれくらい変色するかなっていうのを見ていこうと思います。あの前回変色を確認するために UV グラスバーニッシュかけたのとかけてないやつをベランダに置いとくって言ってたんですけど、置いてたら風に飛ばされてどっか行っちゃったので、ちょっとスマホケースで確認していこうと思いますっていう感じで、まあ、まだねちょっと余りがあるので、また別のものを作っていこうかなと思うんですけど、ちょっとねスマホケースのベースがもう一個余ってるので、もしかしたらスマホケースもう一個作るかもしれないです。というわけで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。